バンデの反乱は、フランス革命期に、フランス西部地方4県にまたがり発生した、農民放棄である。国民公会の制定した法令により徹底した、弾圧が行われ、内乱に発展したため、フランスでは、バンデ戦争とも言う。1793年3月、不平等な30万人を兵令に反発し、フランス各地で放棄が起こった。大抵はすぐに鎮圧されたが、 フランス西部、バンデ地方の農民たちは、軍事経験の豊富な貴族たちを指導者に立て、優秀な指導者たちは、放棄軍を組織化していき、カトリック王党軍と名乗った。なかなか鎮圧されない放棄は、国民公会の脅威となった。カトリック王党軍の主張はジャコバン派の主張との類似点が多数ある。1793年8月、国民公会は、 バンデの絶滅とする法令を制定し、共和国軍は少しずつ放棄の地域を包囲する準備を進めていく。10月17日の初での戦いの敗北で本拠地を追われた約4万人のカトリック王党軍主力軍は避難してきた約5万人の民衆を伴い、ロワール川を渡った。共和国軍に追われるカトリック王党軍は、度重なる戦い、飢餓赤里、セキリ 冬の寒さ弾薬不足などにより弱体化していき、1793年12月のルマン・サブネの戦いの敗北によって、カトリック王党軍の主力軍は壊滅し、組織的抵抗は収束した。1794年1月21日以後、国民公会は地獄部隊を組織し、バンデ地方で無差別な虐殺や放火を、それまで以上に激しく言った。 戦いは少人数によるゲリラ戦に変化して長く、不毛な戦いが続いた。バンデ側の指導者は相次いで死亡して、1796年7月にはオッシュ将軍によって鎮圧宣言が出され、寛容令もあって宗教的動機を持った農民の反乱は収束に向かったが、今度は外国に援助された王党派亡命貴族が抵抗を継続した。 コンコルダートを結んで和解を進めた第一、東領ナポレオンが1801年に正式に集結させた。正確な数は不明だが、犠牲者は30から40万人とも言われる。ブルターニュ、メーヌ、アンジュ、ノルマンディで発生したゲディラ組織、シュアヌリの反乱と結びついており、これらの反乱は時に西部戦争と総称される。ンデ地方とカトリック王軍の進路元々 バンデを中心とするフランス西部は信仰心の厚い地域だった。1789年に勃発したフランス革命には当初は好意的で領主権や10分の一税の廃止を喜んで受け入れたが、その後行われた教会と僧侶に対する弾圧、国王処刑、増税、30万人母兵の不公平に反感を持つようになった。特に、 キリスト教否定運動に対する反発は強く、バンデでは大多数の市民が、教会の祭壇を守るために立ち上がったのであった。そうした中、30万人も兵令に基づく、徴州兵を決めるくじ引きが予定されていた1793年3月11日、メーヌイコールエイコールロワール県所れの人々が決起各地の農民も放棄し、わずか10日余りの間に、 フランス西部の3分の2の地域で騒乱状態となった。指導者にはそれぞれ軍人である地方貴族を担ぎ上げて各地の反乱軍と合流しながら政府軍を打ち破り、バンデ地方を支配下に置いた。国民公会は3月19日、武器を所有している反乱者全員を処刑し、その財産を没収するという厳しい処置を取ったが、国境に 国民衛兵を送っているため兵力が不足しており鎮圧することができなかった。反乱軍は次第に力を持ち始め政府が国境の軍隊を配備しても思うような成果は上げられなかった。反乱軍は自らをカトリック王党軍と名乗り行商人出身のジャック・カトリノンが最高司令官に選ばれた。バンデの民衆反乱は当初3万人規模を要する大規模なものであった。 この頃には連戦連勝で勢力圏を拡大し、ブルターニュのゲリラ組織シアヌリと合流するために6月には南都市を攻略した。しかし南都市民は政府軍と協力して徹底抗戦した。カトリック王党軍が南都の市内にまで侵入し、勝利も目前だと思われた時、最高司令官のカトリノーが銃撃に倒れ、兵士たちはパニックに陥り撤退を余儀なくされた。 カトリノーは2週間後の7月14日に死亡した。ロワール川を越えて北上をするカトリック王党軍1793年8月に国民公会は革命政府軍にバンでの破壊命令を出している。司令は戦争に関わった可能性のあるものは老若男女を問わず容赦なく殲滅せよというものであった。それを受けて政府軍は森林、畑、うち、 教会を荒らし、人間を無差別に殺害した。一方、反乱軍では退却後、カトリノーの死の影響が大きく離脱者が続出し、統制が取れなくなっていた。93年末には、反乱軍はその勢力をほぼ失った。反乱軍は、英仏海峡を目指して転身したが、グランビルの全面で退けられ、敗退を続け、食料もなく薬病が流行り式も低下した。 にもかかわらず、政府軍の無差別攻撃により逃げ出してきた農民をも、含め十四万人にも膨れ上がってしまった。彼らはついに諦めて故郷に帰ろうとロワール川を越えて北上したが、サブネの町での戦闘で壊滅した。捕虜になった者は南東に連行され、ロワール川に浮かぶ廃船に積み込まれて沈められた。その後も政府は地獄部隊と名付けられた連隊を派遣し、 同様の作戦を続けたため、バンデー地方では反乱は小規模なゲリラ戦に形を変え続いたが、1794年に反乱鎮圧に派遣されたルイラザールオッシュが軍司令官として赴任すると、捕虜の農民兵との面談から、農民が反乱に加わったのは宗教的自由のためであって、寛容政策を取れば彼らは応答派反乱から離脱するだろうということを知り、 政策変更に踏み切った。この政策変更が功を奏して、1795年2月には、バンデ反乱軍はが開始始めた。同年6月15日、イギリスの支援で、王道派部隊がキブロンに上陸したが、バンデ反乱軍は撃退されて大半が捕虜となるなど、致命的な打撃を受けた。 必要にゲリラ戦を続けていた最後の生き残りの指導者シャレットも検挙されて重殺された。しかし、シュアヌリがこのように長期にわたって活動を持続できたのは地域住民からの強い支持があったためと地元の地理に深く通行していたためであった。オッシュは1796年までにバンデ地方の平定を宣言。1801年には失政官。 ナポレオン・ボナパルトがローマ教皇と和解し、バンデに対して数々の復興の政策を講じることでこの反乱は完全に終結した。ありがとうございます。